マケレレ大学の時計塔、マケレレ大学はウガンダ最大の大学である。1922年に技術学校として創立された。1963年にロンドン大学の学位につながるコースを提供する東、アフリカ大学となった。1970年に東アフリカ大学はナイロビ大学、ダルエスサラーム大学、 そして、マケレレ大学の3つのそれぞれ独立した大学に分割された。今日、マケレレ大学は22の学部、学科、研究所を有し、3万人の学部生と3000人の大学院生にプログラムを提供している。キャンパスは、ウガンダの首都カンパラにある。マケレレ大学は、多数の独立後のアフリカの指導者の出身校である。ウガンダ独立時の大統領のミルトン・オボテ、 タンガニーカ及び、タンザニアの初代大統領のジュリウス・ニエレレ、タンザニアの第三代大統領のベンジャミン・ウィリアム・ムカッパ、2002年からケニア大統領のムワイ・キバキラは、マケレレ大学の卒業生である。ウガンダ独立直後の時期、マケレレ大学は、アフリカ民族主義文化の教育活動の拠点だった。ソマリア出身の小説家のヌルディン・ファラー。 アフリカイスラム研究者のアリマズルイ、マラウイ人の外交官、詩人のデビッド・オルバディリー、ウガンダ人作家のオケロを送り、ケニア人小説家のグギワジオンを、マケレレ大学で教弁を取った、アメリカ人小説家のポール・セロー、ウガンダ人作家のピーター・ナザレスらは、いずれも創作活動や、研究活動の一時期を、マケレレ大学で過ごした。2008年春から2010年秋にかけて、 ノルウェーのベルゲン大学、オスロ大学と東アフリカ支所、情報科学学校と共に南スーダンのジュバ大学の蔵書検索の電子化などを推進するジュバ大学図書館自動化プロジェクトに協力した。ありがとうございます。